の女の子が僕のところに来ましたと。ね、すいません先生ちょっと腰痛いんですよと。こんな子が来ました、さあどうしますかと。腹筋が必要です。この腹筋ダルダルやから、この子はこういう人お腹出ますよ。うん、お腹出ます。あ、ちなみにお尻こういう子は大きくなりますよ。こっちはね、ケツデカなんねん。なんで上がるねんけどデカくなるの、うん、いいですか。この回上がります。で、こっちは垂れ下がんねんけど小さくなります。さあどっち、どっちがいいどっちも嫌やね。両方のええとこ取りたいやん、うん、上がるのと小さくなる。ちょっとゼロになればいいんだから。ここに来たらお尻は上がって小さくなる、僕のように。その代わり10年後ここに来る姉さんケツだいぶ上がってますねそうなのよ、ね、じゃあまず正しい腹筋両側バージョン教えます。一般にやられてる腹筋がいかに間違いか今のでわかるでしょ。ここに持ってもらったり引っ掛けてやってません、うん、こうやって足引っ掛けたり持ってもらってやる腹筋は腹筋運動に全然なってない、うん、腹筋に力入ってません、うん、この辺の全部使った筋持久力運動になってるだけで、逆にこうやって持ってもらって腹筋やったら、とかここにバー引っ掛けて腹筋やると体の連動を壊しますので怪我しやすい体になります。で、腹筋っていうのはいいですか。腹筋って6つ、ね、筋肉があって、腹直筋っていう筋肉と腹横筋っていう筋肉と外腹斜筋、内腹斜筋ってあるんですけど、こうやってシットアップっていうことで持ち上げる腹筋は基本的にここの腹直筋っていう筋肉を鍛えるんですね。で、腹直筋っていうここ の男の人が6つ割れる筋肉ね、この筋肉はね、覚えておいてください、持久力ないんですよ。だから腹筋毎日1000回やってますっていう人は腹筋運動に全然なってない、うん、この辺とかこの辺使った筋持久力運動になってるだけです。毎日300回やってますとか腹筋運動になってないんですよ。ほんまに腹筋に力入ったら1000回とか絶対できないんですよ、持久力ないから。多くできたとしても50回ぐらいでへばります。10回ぐらいで十分なんですよ。短時間で一気にへばらせるんですよ。それがこういう形なんですよ。だから今のが正しい腹筋ですね、うん、この後みんなで一緒にやります。ついでに背筋先を教えますね。背筋もみんな見事に逆のことやってるんですよ。目的の箇所にしっかり効かせれるってこと。回数少なくていいです。疲れが取れる。まあ、5回からできる人で10回で十分です。それ終わったら、あれなんか軽なったってなる。で、筋トレとしていっぱいやりたい人はいっぱいやって OK ですよ。ただいっぱいやるとバランスがすぐに結構戻るから、そのチェックはまめにやってください、うん、だからバランスが取れたらそうすぐやっていく、両側でいいです。だからアスリートとかに教えてるのはまずバランスを整えろとやってます。で、整ったら両側一気にもう疲弊させていくんですね。練習すればするほど弱くなっちゃう人があるというのはそういうことですか。そういうことなんですよ。ズバリいいこと言ってます。そう、練習すればするほど弱くなる人、練習すればするほど上手くなるっていう人いるでしょ。完璧間違いですよ、うん、半分は合ってます、半分間違ってます。そうとは限らん、うん、なんか練習やってなんかあかんくなってきたんですよね。どうしたらいいですか。やりましょうか。とりあえず今も体が整いませんみたいな。だってスポーツであれば楽器弾くにしても体がやるわけでしょ、うん、これを整えてあげるのが先。スポーツやろうとするんじゃなくてこれを整えてからスポーツやるんですよね。マッサージすることです。そうならこれも5回ぐらいでいいです。5回やったら立ったらまっすぐなります。縮めてほしい側を縮めたから脳はめっちゃ喜ぶです、うん、やった。どうしたの、分かってくれてるやん。え、なんかあったんみたいな感じの方からしたら、まあ、歪みが瞬時に整うんですよ。それ整えてから両側で追い込んでいくっていうのがより運動した人は順番ってことです。じゃあこれちょっとやってみましょうか。これをね、寝る前とかにやったら次の日めっちゃ楽やで体。だってこれただの腹筋ってないから、整える腹筋やってんねんから、整体するための腹筋やから、めちゃくちゃ次の日楽なんですよ。眠りがめっちゃ深くなるんですよ。なんでさえ深いの起きなくなります。怖い怖い。あ、痛い。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE@ メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。